はい、どうも、松です。どうもどうも。今日もですね、バトルアイドウォー創生の続きやっていきたいと思います。で、本日もタイムサバイバルやってみましょう。でですね、多分、あと3ステージあるのかな？じゃあ3ステージ一気に駆け抜けてしまいましょうか。で、難易度が本当にもう高いから、とにかくもうゼロの3でゴリ押しするスタイルでね、引き続きやっていこうかなと思うんですよ。なので、ちょっとゼロの3を使っ、あれ、ゼロの3どこ行った？あれ？いなくなったぞ。あ、この辺か。あ、この辺？あれ？え、マジでいなくなった。あ、いたいたいた、びっくりした。最初に言っておく。いなくなるわけない俺はかなり強い。かなり強いね。で、ゼロの3と、あと今後使うであろう。でもさ、この闘魂ブースト魂の状態もめっちゃ強いって聞いたんだよね。だから、ちょっとこれも育てておくか。俺を信じる。よし。久しぶりに、なんか、昨日かな、仮面ライダーゴーストの、同時視聴をね、しました。で、闘魂ブースト魂は出てこなかったんだけど、1話と2話で、ちょっとゴーストさんの人となりというかね、なんかそういうのを知ることができて、すごく楽しい生放送になりました、個人的には。はい、かなり強いの知ってます。で、何が良かったかっていうと、お、来たな、来たな。あ、なんだっけ、この人、ビーストさんだっけ。たっぷり食わせてもらうぜ。はい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 。言うとさあ、待やて、ら待せて、はしないいる、ぞ。近くにいる、待って。あ、違う、びっくりした。こん襲な撃とを受ころけでてるのカか。ードを使わされるとはな。これの上かな。依頼は分かった。俺に任せろ。よいしょ。依頼は分かったってことは、多分あれだろうな、なんだっけ、ゴーストハンターじゃなかったっけ、としての発言をしてるんだろうな。行くぜ。あ、逃げられた。デネブさんの攻撃が。待って、怖い。落ち着け、みんな。これマジでこいつら本当に油断すると一撃でも食らうと死ぬ。逃げろ逃げろ逃げろ。おいしょよしよしよ。オッケーオッケーオッケー。怖い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 。逃げて。すごい。多すぎるだろ敵。どうなってんだよこれマジで。危ない危ない危ない。危ねえ。怖いマジで本当に。の、おちおち雑談もできない。そう、仮面ライダーゴーストさんのね、変身シーンがすごく僕好きで、なんかそれがね、すごく印象に残ったんですよ。なのでね、仮面ライダーゴースト1話と2話で何回も変身してくれたからね、僕はちょっとすごく好きな作品になりました。はい。で、昨日の生放送でね、ちょっとそのやってる中で、まあ、何を見るか、次何見るかっていうアンケートを取ろうという話になったんですね。まあ、ちょっとそこでいろいろコメント欄が荒れていたような気もしなくもなくもないんだけれど、そう、荒れてるって言い方したらちょっと悪いね、ごめんね、それは。まだまだ遊ばせてちょっと語弊があるよ。悪かいら、が、なんか力こう、押しは負けないんだよ。まず、僕の最終目標としては、仮面ライダーの全作品を見て、それでね、皆さんと一緒に、僕にこの仮面ライダーの面白さを教えてくれた時みたいにね、なんかこう一緒に肩を並べて、その仮面ライダーの話をすることができればなというふうに思ってるので、当面の目標はそこなわけですよ。はい。で、それを最やる初たに言っめておく。に何をしなきゃいけ俺ないはかっていうかなと、り強い。まあ、全作俺品ををね、信じる。見なきゃいけないんですよ。で、僕全作品見たいと思ってるんで、で、それはね、で、どの作品がどのぐらい面白いかっていうのって見ないとまあ分かんないじゃないですか。で、僕もそのなんか仮面ライダーゴーストとかの面白さとかあんまりよく分かってなかったし、最初なんに言っならておダく。ブルもさ、俺体は真っ二つになってるか人なりの面白さ強なんい。かまあ分からんじゃん。そう、だからやっぱり見てみないと分かんないっていうのもあるし、で、それをね、なんていうかカードを使わこう、されるとはな。偏見を持っデネブ、依て、頼は分かっこてれるはぞ。つまんなさそうだから見最ない初みたいに言っなておのはく。やりたくないのよ。俺の顔は飾りだだ。から、こう、何を言いたいかというと、まあ、なんかかっこいいな、こいつ。さあ、そう、すべての作戦品いをを続ける。見たいと思っているし、すべての作品を同じぐらいのね、己と生き愛情を持っおて見前るはつもりなのね。水焦っとみた。なす。己と生きなので、その見る順番は、まあ、いろいろね、みんなもさ、好きな作品それぞれあるじゃない。まあ、僕はダブルが好きですけど、どうやなんから多分初見修の正人がが強いいようたら、だ。ダブル面白いから見てって言いたいと思うし、ガイムも好きだから、ガイムも見てほしいっていうふうに言うと思うのよ。で、みんなもそれ多分同じ気持ちだと思ってて、なんか人それぞれの推しがいて、何こいつらの音、やばいんだけど、なんか竜巻起こすし、そう、人それぞれのね、推しがいて、当たんねえんだけど、人
人それぞれの好きな作品があると思うのよ。だからこうなんだろうな、もちろんこれを先に見てほしいっていうコメントがねたくさん来て、それをしてくれるのはめちゃくちゃ嬉しいし、みんなのね仮面ライダー、え何その技、お前そんなことできるの仮面ライダー愛が伝わってきてねすごく嬉しいのだけど、まあ、その見る順番ってね、まあ、その人それぞれのこうなんだろうな意見があると思うから、ちょっとそれを全て聞くことはまあできないですよね。それしょうがないけど、めちゃめちゃ弱かったなこいつ。そうそう、だからこう自分が見たいと思った作品をまあ見るし、みんながおすすめしてくれたやつでね、いいやつがあったら見たいなっていう風に思ってます。はい、でそれで今回はまあこういうアンケートという形を取ったけれども、まあやっぱりこうなんだろうな、バトライドウォー創世とかさ、メモリーオブヒーローズで見ているあのなんだろうな作品というか仮面ライダーにはちょっと愛着が湧いてきているので、なのでね、まあ今回はエグゼイドさんを見ますけれども、まあ、次回以降はね平成ライダー1期から遡って見ていきたいと思っております。はい、ちょっとこいつもだんだん育ってきたな、どうしようかな、ちょっとメインで使いたいな。またなんかこうレベル上げするとさ、なんか使える技が増えたりとかもあるからさ、ちゃんとなんかそういうのもやっていきたいね。めっちゃゲップしてますけど、さっきから聞こえないふりしてください。最初に言っておく、そう、あの僕一個言っておきたいのが、見たくない作品というものがないので、なんせ知らないので一個もそうだから何もかもね全て見たいと思っているし、今後何もかも全てを見る予定ではあるので、何を通したのかすげえなと思うので、必ずね全ての作品を後々見ますので、お楽しみにということだけ言っておきます。あれこの人あれじゃない、あれなんだっけ、ちょっと待って、周りが強い、なんだっけこの人、カイザさんが乗せたやつじゃないのこれ、違うのかな、敵も使えるのかそれ、待ってこっち、あれダメだな、バイクで行こう、よいしょ。なのでね、ちょっとエグゼイドさんとかさ、ジオウさんとか、なんかちょっと色が不思議なライダーとかいたけど、ちょっとその方々はさゲームで見てないから、ちょっとねあの優先度は下がるけれども、もちろんそれなくしては他の仮面ライダー作品は語れないだろうということで、絶対見ようとは思ってるのでね。わ、なんかこのステージすごいな、あれだ、なんかガイムのやつといい、ちょっとでっかく変身するやつが出てくるんだろうな、わー面白い。そうそう、まあ見る全部いてこの人たち見た目めっちゃ可愛くない？ロケット背負ってる、怖え、逃げよう、ミミューって言ってる。そうなのでね、まあみんなえもっと僕を笑顔にしてよ、すげえ見た目ですごいこと言ってる、めっちゃ上からじゃんこいつ、怖い、うわ強いなんで強いの、待って、ゴーストさんが取り残されてる、よいしょ。でもゴーストさんに気を取られてる間に攻撃できるの、ちょっと久しぶりにさ変身するか、おりゃ、俺は錆びても強い、錆びてんだこれ、これは自分でもびっくりだ、あペガさんの、あれデネブさんの声か、おりゃ、すごいこの技めちゃ、おすごいすごい、2人で食らえ、ほら当たってる、あちょっと当たってないな、あすごいすごい、でも隙あるけど強いな、めっちゃ貫かれたけど倒した、怖っこいつ、何死ぬ時めっちゃ怖いんだけど、はいということでなんとかクリアできました、結構余裕だったのあ時の列車デンライナーというトロフィーゲットしましたね、やった、今回も鍛えてますから毎回鍛えてるもんな、燃やす闘魂発動までに必要なダメージ量が減少しました、あダメージを食らったら変身できるようになるのか、でちょっと一個やりたいことが、本編でねあのゴーストをちょっと使いたいなと思っていて、ブラック&ブラック RFX やった、ちょっとまあ雑談をしながらね、昨日の生放送の感想でも言いながらちょっとゴーストさんを使おうかなと思っております。はい、ちょっと人形取ってないとこどこだろうな、やってないとこがいいよね、せっかくなのに、あ飾りさんここ一回やった気がすんな、で見つからなかったんだよね、ギャレンさん、どうしよう、うわこいつ俺嫌いなんだよな、個人的にボコボコにされたから、どうしよう、これでいっか、リブラゾディアツいくか、ちょっとゴーストさん使ってねやっていきましょうね。
でね、ゴーストさんに出てくる、ヒロインのあかりさんだったかな、確か。あかりさんもね、ショートカットがすごい似合う方で、めちゃめちゃ可愛かったんだよね。で、あと、ちょっと待って、スペクターさんを知らないんだよな。まあ、いや、ちょっと使うか。そうで、何が良かったかって、まあ、そのあかりさんも可愛かったんですけど、もう一人ね、ちょっと僕が知らないところに推しがいまして、おなりさんっていう方なんですけど、あのフォルムといい、キャラといい、とてもかっこよかったな。好き、おなり。さあ、ということで人形を探しながら進んでいきましょう。これ撮ってないとかじゃないの？あ、違う、お前は甘いって言われてるよ、いきなり。さて、じゃあちょっと改めて技を見ていきましょうかね。四角が回転切り。待って、これなんか、あ、これか、俺が暴発させてるやつ。おい、待って、1,2,3 からのここ。あれ違うな、俺がやりたいやつこれじゃないぞ。あれ、どれだっけ。あれ、なんかさ、俺がさ、なんかあったよね。あ、これか、大目玉だ、これだ。よいしょ、これ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 、大海岸大目玉って言ってる。なんか左下のゲージがちょっとずつ溜まってんのは、あれは何なんだろう。なんかあったっけ。あ、なんか溜まってるよね、あれ。何、なんで溜まってんの。あ、出た。あ、なんか言ってるね、ちゃんと。でもバッチリみんなって言ってくれてないからちょっと悲しい。甘い。なんだっけこれ、宮本武蔵だっけこれは。違ったっけ。あ、名前は出てないんだな、残念だね。で、これはあれだよね、エジソンだね。これこれこれ、かっこいい。あれ、なんか左下のゲージ止まっちゃったけど、あ、なんかアーマーモードみたいになってたな。なんかすごい今何かを飛ばしてしまった気がする。あー、これあれか、どっちかを助けろ的なやつなの。俺なんか多分今までの性格的にこっち行った気がする。え、何バグってない？怖、ちょっと待って、多分だけど俺こっち行ってない気するから、こっち行こう。え、わかんねえ、どっち行ったっけな。絶対これの分岐が関係してると思った。なんかバイクでついてきてるやついるけど、爆発したけど、そんで何だったんだ今。ないよな、人形な。ついた？あれ、まだついてない。あ、待って、なんか落ちちゃった、最悪。ちょっと待って、やばいやばいやばい、待って、タイムリミット、タイムリミットあんのこれ。急げ急げ急げ、これ右か。やばいやばい、急げ急げ急げ、やばいやばいやばい、ぼーっとしてる場合じゃない。見せるんだここで、俺の今まで培ったバイクの操縦技術。いけいけ、急げ急げ、間に合った間に合った。ほい、爆発したぞ、なんか。はっ、え、間に合ってるこれ。待って、後ろ、違う、こっちじゃない。はっ、急いで急いで。よし、ゾディアーツは超進化生命体。これはフェニックスさんだっけ。その頂点がこの私だ。フェニックスさんじゃなかったっけこれ。あれ違うか。サンキュー。あ、全然違えわ。フォーゼ助けた。あれ、人形ない。発生するぜ。人形ないか。選ばれた人間だ。あれ、ないな、人形。絶対ここにあると思ったのに。あ、許せん。かわいい。さあ、変身しよう。これは誰なんだろう。え、使わないの、その弾。あ、みんなのやつ使うか。ちょっと待って、ね、そっち当たってないよ。当たってないよ。生きてる。あ、ベートーベンだね。これ誰。今誰。当たってないけど、なぜか、なんかいい感じの出たな。やばい、語彙力がゼロだった今。オッケー、倒せたけど、人形は特に出てこないか。もうそっち側に行けるようになったのか。え、人形ないじゃん。ガモー様、こちらへ。ガモー様、こっちから行ったら出現してるとこかな。確実に叩くのが得策か。めっちゃ怖いこと言ってる。俺が甘かったのかな。そんなことないよ。やっぱさ、ゴーストさんって心優しいんだよな、ほんとな。もともとの根がいいやつなんだろうな、きっと。ちょっと回り道していくことにはなるけど、人形を探しながら行きましょう。そう、ゴーストさんのおなりさんがすごく良かったっていう話と、あと竹中直人さんね。あの、なんかあれだな、イントネーションむずいな。竹中直人、竹中直人、どっちだろうね、何の話これ。竹中直人さんがね、すごく良かったんですよ。
僕あの方すごく好きで燃やしていきましょう。あ、てかこれあれだね、あれやってる、ちゃんと手でインみたいなやってるよ、後ろに出てくるの。これがマジでさ、アニメで見た時超かっこよかったのよ。ちょっと待って、あの向き変えよう。これ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 がこれが超かっこよかったのよ。すごい好きになっちゃった。それでこれは本当に誰なんだろうな、引き寄せなんとかって言ってる、なんだろうな、磁力とかを見つけた人か、磁石、あ違うな、ニュートンか、なんかニュートン、いたいた、誰誰誰ニュートン出てくるって言ってたもんな、多分ニュートンだな。これエジソンだね、ピカッとひらめくやつね。かっこいいよな、英雄の力使って戦うってな。なんかそのもともとこのバッドライドウォーでゴースト出てきてさ、英雄の力使って戦うんだって思った時にかっこいいっていう話はしたんだけどさ、なんかすごいことしてるのあいつだけど、やっぱりこう本編を見てからやってみるとまたこう違う面白さがあるよね。人形この先にある気がする。俺なんかの勘だけどないかな。ここでもスタート位置だもんね。ないね。見つかんないな、本当に。見つかんない人形って本当に見つかんないんだよな。なんかすごい小泉公文みたいなこと言っちゃったの。頭痛が痛いみたいなこと言ってる。ないよね。あ、もしかしてこの上とか。そんなことないよな。さすがにないよな。切れるぞ俺そんな。ないので、じゃあ進みましょうか。見つかんないじゃん。あ、でそう、今日見るあの11時から見るエグゼイドなんですけれど、エグゼイドさんって僕ゲームでも見てないし、なんだろう、中身を誰がやってるかも知らないし、本当にもう超超超完璧初見なんですよ。なのでね、それはそれでまた面白いというか、平成何期っていうの、2期っていうのかな、そっちはなのか分かんないけど、ちょっとその人たちのね魅力も知りつつ、知った上でこうなんだろう、平成一気に戻ってね、クーガから遡って見るっていうようなやり方をしようと思います。これ違うよな。うっ、おっと、やったゲット。さあダブルライダーキックしましょう。スペクター、ゴースト、あってことはあれか、スペクターさんも、スペクターさんも死んでるっていうことだよな多分。あれな、もう一人どこ行った、あれもう一人いなかった、あそっちにいるのか。君は実にしぶとい。すごいひどいこと言われてる。あ、出た。え、待ってよ、君も敵でしょ。痛い痛い痛い。君にはもうこの後本当にボコボコにされたからな、許さないぞ俺は。待て、強い、味方が強い。灯籠剣稲妻落とし、大目玉すごいかっこよかったな。好きありすぎだろこの技当たんないよ、ね、待って見えない、甘いの、え、消えた、待って消えた消えた、待って見えない、ちょっとどうなってる、ちょっとあの奥のやつから行こう、ちょっと待って君からやろう、待ってそっちで行こうか、甘いの、あれ倒した、あそうか、こいつだけ逃げるんだったな、そういえばな。さあともう一人だ。いやー本当に、なのでエグゼイドの視聴もすごく楽しみだし、それ以外のね平成一期のクーガとかもねめちゃめちゃ楽しみです。でクーガに関してはちっちゃい時にあの1回見てるから、ちょっとねそれの懐かしさみたいのもあると思うんだ。でも全く内容は覚えてないからさ、ちょっとね楽しみ、昔の俺に会いに行くつもりでずっとやりたいと思って、私を倒せると思っているのか、全部当てたい。ちょっと待って、邪魔しないで君お願い、邪魔しないで、邪魔しないでってば、1号スーパーワンか、ゴーストゴーストって言ってんな。俺はバッチリミナーが見たかったんだけどな、なんかすごい食らってるぞこれで決めてやる。あ、待って、せっかくだからライダーキックで決めるか、よし行くぜ、お前何もすんだよ、とどめ刺すなよお前、よいしょ、全然見えないけど倒したな、よし、いいね。やっぱこう同時視聴やった後にそれを使うっていうのはまた面白いね。で僕このゴーストのさ、これ変身するときさ、なんかバッチリみんなーって言いながらゴー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 ストーって言いながらさ、ふわふわお化けが飛んであの憑依して変身するじゃないですか。その憑依する前のツルンツルンの状態がめちゃめちゃ苦手で何回も見ながら言ったと思うんだけどさ、そう
すごいその見た目だけがとにかく苦手だったの。なんかそっちの方がすごい怖いって思っちゃってた、うん、なのでちょっともし気になる方はあのアーカイブ残ってますのでそちらからご視聴いただければと思います。はい、ということで、今回はこの辺で失礼したいと思います。この後のですね、生放送来ていただける方は11時から、そしてもし、ご都合合わないよという方はアーカイブも残しますのでぜひ見てください。ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。また次回パートでお会いしましょう。バイバーイ。